はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールドの、BGV 編ですね。国際プロレス選手メインイリミネーションリーグ戦、国際プロレスの選手が2人入った4人イリミネーションリーグ戦です。こちらですね、終盤戦に入っております。最終回です。30分で2カウントフォールルールとなっております。他はまあ普通のプロレスルールなんですが、全員敗退させるとそのチームが勝利ってことになりますね。敗退させ1人でも残ると引き分けとなってしまうんで、引き分けの山が30分だと決着つかないケースが多いんで、引き分けの山が築かれています。しかしその中でも首位のロビンソン組は5勝を挙げております。しかも負けがないんで41点とダントツトップ、2位のアシュラ原組に7点差をつけておりまして、でしかも原組って確か残り1戦しかないんですよね。大木組の1戦しかないんで、事実上もかわいいデビュー紫組と稲妻次郎マハハヤト組しか残ってない。まあジャイアントキリングやったりは してるけどな、スミジョフキラーカールクラップ組とか、なのでほぼまあロビンソンの優勝、ロビンソン組の優勝は決まりですね。ロビンソン、ニック・ボックウィンクル、鈴木小太郎、吉橋の4人かは決まりっていう感じで、まあほぼ消化試合になってますが、昼間ということで、まあ4人の技が見られますので、ぜひ、BGV 代わりに見に来てください。見る視聴いただければ嬉しく思います。今回配信ツイッチでお送りしております。ツイッチ、アカウントフォロー、チャットコメントなどぜひお願いします。防御モードを有効化してる。フォロー者のみちょっとチャットできるようにはなってます。1時間にしとくかな。はい、ぜひこの機会にアカウントフォローお願いいたします。プリーズ、ツイッチマイアカウントフォロープリーズ。この配信、2日後ですね、アーカイブアップ予定です。いつにしようかな。16日の0時、アーカイブアップといたしましょう。もしかしたら15時の21時になるかもしれません。どちらかでアップ予定ですので、ぜひ、YouTube に見に来てください。Twitch のチャット欄に、アドレス記載してます。ぜひチャンネル登録と同時にお願いします。マイライブアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル Today's After YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。また旧 Twitter である X のアカウントも持っておりますので、ぜひアクセスいただいて、アカウントのフォロー、ツイートのいいね、リツイートお願いします。Twitter X、マイアカウント
ビジット、マイアカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。最初の試合何だろう。一回戻ろう。戻りましょう。この試合でいいのかな。ゴリューマン、ストーンズ、小林組対サムソン、冬木、将軍、KI、若松組かで行ってみたいと思います。高杉ん、ゴーはゴーはストーンズ、小林、サムソン、冬木。冬木組まあそんなにいい点数持ってないですね、どちらも。ゴーは4位か。では行ってみましょう。スタートです。入場シーンですね。さあもう最後に冬木、サムソン冬木が入場です。塩崎ゴー、小島さとし、将軍 KI 若松、そして、サムソン冬木こと冬木博道となっております。さあ先発はゴーと冬木ですね。ゴーは国際を離脱してフリーの立場で新日に上がっております。その他その後まあいろいろ UWF に上がったりとかからの結果、初のインディー団体であるパイオニア戦士を高杉らと立ち上げまして、その後、まあいろいろオリエンタルプロレスとかルオーの中でプロレスバカと呼ばれるようになりました。さあ出てきたのは塩崎豪ですね。豪フラッシャー、ガンダム好き、小橋健太のダリアットも受け継ぐ男と言われております。N1 ビクトリー今やってますね、ノアで。おっと、2プラトン。誰だっけ、金本 UK っぽい選手ですよ。おっと、リバーススープレックス。はい、あ、将軍 KI 若松です。塩崎と若松。将軍系若松は国際時代は選手としてはパッとせずに、まあ、リングを運んだり、スタッフ側の立場が多かったんですが、その後おっと噛みつきだ、出血です、額から。その後、まあ、新日のマシン軍団の時に悪徳マネージャーとしてできましたね、若松は。今、後に、今はもうやってるのかな、議員、北海道の地元近くの議員、自治体で議員をやっております。さあ、小島さとしと、ジャンボ宮本。ジャンボ宮本は女子プロの歴史を作りました。小島さとしはハンセンからラリアットを継承しております。天狗寺でも有名です。カバーに行く、これ2カウント入ると、退場です。
3カウントだとカットを食らいやすいんですよね。なんでどうしてもやっぱり関節サブミッションを持っている選手が有利になってしまうっていうことになるんで、ちょっとやっぱりフォール派も不利に丸め込みとか不利にならないようにするにはやっぱり2カウントがバース取れていいかなということでさせていただきました。でもね、30分では2カウントでも決着なかなか選手決着つかないですよね。なんで次回のイリミネ4人イリミネーションからは4人で、やりたいと思います。3人だったらどうなるんだろうな。30分なのかな。やっぱり2カウントだったら30分かな。1人減るだけで結構やっぱり疲れが溜まりやすくなりますからね。さあプロレスバカ合流前タッチ、小林から受け取ります。小林はストロング小林ですね。猪木と日本人対決をやった男ですね。それまでは国際のエースでしたが突然抜け出しまして猪木とやって、その後まあ新日本に正式入団しましたが体の不調でやめてストロング金剛として特撮番組とかの悪役として、出ておりました。風竹市場にも出てましたよね、ストロング金剛分け固め。冬木は言うまでもなく理不尽、後の理不尽大王ですね。フットルースの頃かな、カーダと組んだフットルース天竜軍団の一員でした。後に SWS に行って WAR まで行ったんですが、天竜を裏切って冬木軍を結成。さあいろんな活躍をして理不尽大王と言われたと。で FMW ではエンタメ路線を推進。ただなく病気で、早くも亡くなってしまいましたね。おうまい。10分を経過しております。ライングメイヤー2発。お、カナディアンバックリーカーか。さあカウント2ルールとなっております。やっぱりせめて20人まで、30分なんで20人までに1人減らさないと全員4人を倒すことは、30分のうち倒すことは難しいですね。20分でも厳しいですね。ラリアット10分、18分とかその辺でやらないと厳しいですね。まだ4対3だとなんとかなるんで、4対2だとさすがに2人の方は疲れが狙ってくるんで厳しくなってきますけどね。一人差だとまだあんまり全然逆転可能ですからね。逆さ抑え込みダブルのブレーンバスター、ブレーンバスターです。じゃあもう宮本ダブルアーム決まらない、リバースへ返す。こういう風になんか返し合いが多いから、このゲームなかなか一方的に連続攻撃っていうのは決まりにくいですよね。お、ちょっとここはゴー攻めてますよ、冬木を。
早めに1人葬り去りたいですね。どうだ、カウント1、流血してる。誰だ流血、あ、新次郎ですね、これ。大谷新次郎も結局今闘病生活ですね。リングに戻ってくると強い言葉を言ってます。ゼロワン立ち合い、高校は90年代なんでジュニア、スワンダイブ式のドロップキックが生えてた頃ですね。おっと、関節もやります。 UWF インターとも戦闘を切って戦っておりました。熱かったこの頃の大谷は。ジュニア7冠も取ったことあるんだっけ、7冠だっけ8冠だっけ。おっと、リバースネックブリーカードロップ。これはラリアット布告か。まだ一人たりともドラゴンスリーパーだが、一人たりとも敗退してないですね。倒せておりません。大気合戦、この大気合戦もなんか時間をどんどん消費するんですよね。なので決着は難しい。関節とかやっぱり丸め込みで勝負したいとこですよね。おっと、合体攻撃、これはいいですよ。大谷にタッチ、大谷とゴー連携攻撃。さあスリーパーだ。20分を経過しております。ちょっとやっぱり厳しいかな。30分はちょっと時間の設定ミスったな。45分じゃないとね、引き分けが多すぎる。今年の G1 も20分になってちょっと引き分け多かったですけどね。でも引き分け自体は悪くないんですよね。混戦になるし、まあ、あのぐらいの引き分け数ならむしろいいかも。むしろ問題なのは20分ってことで、ね、静かなやっぱり序盤のグラウンドの展開とかができないっていうことはハイスパットになっちゃうんですよね。それはあんまり良くないなって思いました。まあ棚橋とか内藤とか、あと清宮とかは不利に働いたのかなと思います。ただ深夜とかベースの選手だったら比較的短時間なんで試合感あるとは思うんですけどね。勝つにしても負けるにしても、じっくり攻めるタイプにとってはちょっと20分は短すぎた感はありますよね。逆にノアの N1 ビクトリーは衣装返しってことで20分超える試合多くなるかもしれないですね。さて丸め込んだ、どうだ、あ、カットです。カットが早いんだよなこのゲーム。そろそろ新しい選手も作っていかないといけないですね。ちょっと基本的に背骨、バックブリーカーとかで背骨を攻撃するレスラーを、作ろうかと思っております。ぜひこの時お楽しみに。おっと、3人で攻撃、
場外戦が長い。マックイーンか、うん、これ戻ってこれんのか、戻ってこれない。風紀、これ風紀が敗退で、敗退で3人に風紀総大将がやられたな。さあ今若松が上がってますが、これ反則ですね。どう攻めております。おっと飛ぶ大谷、小島にタッチ。これ若松小島塩崎は3人で戦わねばなりませんが、まあ、残り時間は3分しかないからな。ちょっとこの決着つくのは、勝敗つくのは難しいか。うわ、なんだこれすごいな、直下式ブレーンバスターだ。小島どうする、ラリアットか。あっとうまくここはストロング小林逃げまして、エルモです。エルモもいいんですよね、小島は。ラリアットだけじゃなくて、おっとこれはスカウント2、エメラルドフロージョンみたいな感じだったな。なんだっけ、なんか小島技持ってたよな、こういう系統の。おっとドラゴンスリーパー、これは決まりました。小島残り2人ですね。でも残り1分で2人仕留めるのはさすがのゴーでも難しいんじゃないでしょうか。バックから、おっとカニバサミ。さあ30秒ですね、もう残りは。ちょっと30分は短すぎたな。何、あとは決まらない。そしてパワーボーン、残り1人になりましたが、ここで30分経過。もう5分あればね、3人残しですね。ゴー小林チームは、さあ高杉菅原組対ストンパー、なんだろう、ストンパーキラーブルックス組チームの対決です。さあ先頭行くのはエリック・ビショフですね。 WCW の代表でした。そして土井浩二だったっけ。でアポロ菅原高杉正彦となっております。高杉菅原はいろんなインディー団体回りましたよね、90年代に。スラブレースは別としてね。さあグレート・ムタ、タイガー・戸口、キム・ドク、キラー・ブルックス、そしてモンゴリアン・ストンパーとなっております。さあここからはですね、BGM 流したまま、試合を流したままお送りしたいと思います。しばらく離れますので、試合をお楽しみに。Give up.
Thank you.
Give up.
はい、お久しぶりです。では、残り試合もあと3試合みたいですね。ここから始めていきましょう。攻撃キック、ありがとう。なんだこのポーズ、エリック・ビショフ。第一戦と同じく、あの勇気若松組が出てきてますね。カバーに行きます。カウント1、さあこれはブレーンバスターでしょうか。カバーに行きます。カウント1、
ックですね。ラリアットデスノーラダブルアームスープレックス、タッチして高杉タッチ、高杉菅原組ですね。対戦相手はトス、カバーに行くが、これはちょっと相手にのコーナーに近すぎた。そしてブレーンバスターカバーに行きます。間に合うか、カウントワンでカットしたのか跳ね返したのか、だいぶシュッピッシュ、土肥の出血が激しい。そして前に落とす、バックブリーカーカバーに行きます。カウントワン耐えます。高松と菅原キューキータッチ、キューキーバックからどうするんだ、ったエンズみたいな形ですね。小島カバーに行く、カバーというか丸め込んだな菅原、ロープに振ってエルボー、ネックブリカードロップ、カバーに行きます。カウントワン、相手コーナーにちょっと近すぎた。おっとカウントツー、これは菅原が退場ですね。一人ようやく破りました。ただもう4分しか残っていない。ヒップアタック、フューキーを痛めつける、スワックブロー、カットに入る、エルボー、カッターですね。残り3分となりまして、固めます。カウントワン、レフェリーはルーテーズ、エルボー、あ、バックドロップ、でもこういう技もできるんですね。さあコーナーポストに高杉上がってダイビングボディープレイス、カウントワン、ここに2分、今度は小島が上がっていっちゃうぞエルボーです。いっちゃうぞは言ってないけど、ダイビングエルボースルー、ダイビングエルボー、お、ネッキングハンギングツリーみたいな感じです。さあもう3、ここで、時間切れとなりました。30分あまりにも短すぎる、ちょっと反省点ですね、今回の反省点。
次回から45分でやろうと思います。あと2試合かな。これで2試合ですね。はい、行きましょう。スネーク奄美、デビルマス、紫組対オックスベーカー、マクドドッグパション組の一戦となります。入場してまいります。選手たち、
お、回転。そして前に落とす。タックル続き、まもなく20分経験結果ね。
落とす。口出しラリアット。丸藤を、金丸を攻撃。金丸ムーンサルト。ぜひツイッチのアカウントフォロー、していただければ嬉しく思います。もう一回ムーンサルトカバーに行くが、もう一回ムーンサルト、対空時間は長い。ブレーンバスター、マンハッタンドロップ、カバーに行きます。ワンカウントワン。さあこの試合を除くと残り1試合となってしまいました。あっという間に終盤戦。ダブルアームじゃない、タイガードライバーカットを食らいます。おっとぶつかってしまった。お、ヘッドロック、これも効きますからね。勝利奪いますからね。バカにはできません、ヘッドロック。まだ誰も脱落しておりません。30分では無理かな。お、後ろ見やり、そしてドロップキック。もう一回で、今バッカジャーマン、猪木、鮮やかなジャーマン。そしてトップキック、蹴ります。エルボーです。こんなポストに上がってダイビングにカバーに行きます。カウントワン。タッチです。ブレーンバスター。これ30分時間切れ。最後の試合。ジャボツータから入線、入ってきます。稲妻二郎、
まあ、ハヤト組ですね。鶴田、コナーズ、そしてマッハ隼人と稲妻二郎となっております。対してこれはロビンソンです。さあ、これはすでに制覇を決めました。ロビンソン、よしあし、鈴木小太郎とともにニック・ボックウィンクル、そしてロビンソン入場してまいります。フロークスプラッシュ、
カバーに行きます。そしてカウントワン、ネックロック、バックドロップ。
お、ロープに今当てましたね。ロビンソンと鶴田の戦い。ダブルのブレインバスター逆さ抑え込み、これで3カウント取れるのはロビンソンの強みです。落とした。さらにあとダブルアームスープレックス決まりました。お箱の技です。ここは相手コーナー近すぎた。よしよしイタッチ。さらにダブルのブレーンバスター。おー、まあ、ハヤト合わせてやるのか。さあ、ジョーが入り乱いております。あ、ジャンピングパイルドライバー、大気合戦。あ、ローリングラリアットかな。ダブルブレーンバスターです。さあ、また場外戦となりました。お、すごい落とした。よしよし、稲妻はタフです。稲妻とよしよし、よしよし攻めております。カバーに行きますが、これカットされるんじゃないかな。あ、投げる。稲妻ですね、剣にあるのは。よしよしから小太郎へタッチ。ツープラトンのカットします。さあ、マヒストラルカウント2決まった。これね、稲妻次郎が敗退となります。おっと、積み天井だ。カットに入ります。ダブル、ああタイガードライバーか。カウント2決まりまして、これでマッハ隼人が脱落。そうですね、小太郎の活躍もでかいですね。ここのロビンソンチームの快進撃も。お、丸め込んだ。ロビンソンと待ってこいとアピールします。遠くに振ってタックル、そしてブレーンバスター。残り2人となっておりますが、カバーに丸め込んだ。2カウント。さあ、これ鶴田しか残らなくなった。残り2人となります。鶴田を倒せばロビンソンチーム勝利です。あと外した。ロビンソン勝ち気に焦ったか。バックドロップホールドだが、これロープブレイクですね。逆にダブルをブレインバスター。残り1分です。さあ、仕留めきれるか。ニックボックウィンクルイタチです。あ、痛めた。30秒残り。いやらしい攻撃。またの
しかし決まりにくいかな。リバセ返す、場外線へ、試合終了です。なんとか2打耐えまして引き分けとなりました。これで全日程終了のはずです。そうですね、ビル・ロビンソン組が優勝を取りました。ランキング見ていきましょう。ロビンソン組45点でトップ、アシュラ・ハラ組が2位、36点、ウカ・ゴー・リューマ組、スメーク・アマン組、オックス・ベーカー組などが続いておりますが、ロビンソン組は圧勝と言っていいでしょうね。これはちょっと全てがなんか違ったようなチームに感じます。5勝挙げてますからね。ゴー組、高杉組、サムソン、冬木組、ストンパー組、そして、浜口井上組を破っておりますんで、引き分けが多い中でこの5勝挙げたというのは本当に大きいな話になります。こういう風になってるんですね。ファイヤープロモーターってこれもいずれやりたいとこですね。のまあ無理なんだ。ストロングってなんだ。すごく選手ってことだよな。分からん。あれ、これ外から呼ぶことってできないんだ。底辺はないでしょう。ちょっと寂しい。4000円ぐらい取らないと。6人しかいないっていうのは UWF っぽいよな。
ダメなんか、他から呼ぶことってできないんだな。タイトルマッチ一応あるんだ。まあやってもしゃあないでしょうね。宣伝はあるんだ。コースターぐらいの宣伝やっとくかと思ったら、経費がかかるんだな。まあ、ポスターに宣伝したらちょっとだけ上がる。これはお金がかかりすぎる。あんまり美味しくない。ぐらいなんだ。今資金が2000万ってことか。資金を上げないと。契約とかまあ無理ってことだな。入団交渉しに行きましょう。やっぱり外国人欲しいですよね。安いのでいい。タイで合わない。みたいなやつね。印象が良くない。ひどいな。浜田ってあの浜田。まあ、ここはまあ無理だろう。提携しよう。提携ならできるだろう。じゃあ、ルチャの団体。ダメだな。武者修行してる場合じゃないってことだ。ピンチしか興行できないんだ。まあ、こんな形でタイヤプロモーターがやれるってことですね。プロモーターにあのうちらが作った選手って入れられないのかな。いきなり第一試合かストロングな戦いじゃなくて噛みつきの試合かよ。
なんか良くないですね。え、なんでかま？なんかデスマッチ団体だっけ？まあいいでしょう。ということで、これみんな流しながら今回終わりにしておきたいと思います。今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いします。プリーズツイッチアカウント、マイアカウントフォロープリーズ。YouTube やっております。YouTube の、チャンネルに今回の動画のアーカイブ流します。ぜひ、YouTube アクセスお願いします。15日か16日頃に流す予定です。ぜひ見てください。そして、旧ツイッターである X もやっておりますので、ぜひ、ご覧ください。アカウントフォロー、ツイート、リツイート、アカウントフォロー、いいねお願いします。YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン、プリーズ。This live archive up two days after。TwitterX アカウント、プリーズフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。ファイアープロレスリングワールド、国際プロレス2人の参加、イルミネーションリーグ戦最終回お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。